リゾートで女との不倫を楽しんでいる大物政治家がいる。そいつに接近して不倫現場を撮影してちょうだい。ソーシャルメディアに投稿すれば本人にもカルテルにも恥をかかせられる。パック肩に乗り物を頼む。私が操縦する。また敵だ。おい、カルテルのメンバーがいるぞ。カルテルのピックアップの横だ。あそこに向かえ。ターゲットを確認。待機する。シカリオが2人いる。拠点の入り口付近だ。日頃の行いを悔い改める時が来たわよ。進め。ターゲットを捕捉。3人目の敵だ。あいつで5人だ。行け。了解。ターゲット確認。ターゲットを確認。撃って撃って。一人片付けたぞ。ターゲットの部屋だ。慎重に行くわよ。あそこへ行け。ターゲットを確認した。
に向かえ。コピー。ターゲットを捕捉。ターゲットを確認。危なかったな。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておきましょう。このメダル、コカの葉が掘られてる。悪くないわね。静かにね。バレたら覗き部隊は解散よ。聞いてる？これじゃボーマも興奮しない。何言ってんだ。俺なんて参加したくてたまんねえ。ねえ、どうしてほしいの？何でもしてあげる。本当にいやらしい子ね。何をしたの？ちょっと盗んじゃった。盗むのすごい得意なんだ。何か大きなものなんでしょ？あなたの。いや、小さかった。僕のと違って小さかったよ。そうなの？どれくらい？猫の足を盗んだんだ。あ、足ってどういうこと？猫がいたんだ。木でできた義足をつけてた。それを取った。どうしても欲しかったんだ。取ったあといけないところにいる。いいよ、またまた。録画開始、音量よし。しっかり奴の顔を出さないと。なんだ今のは。何にせよ取れたわよ。これでカルジータのカルテル人生も終わりね。もう一回見たいな。ねえ、どうしてほしいの？何でもしてあげる。いやらしく話してくれ、いやらしく。いいわよ。悪い子にしてたの？本当にダメな子ね。きっとどんなに悪い子か誰も知らないんでしょ。私がお仕置きしてあげないとダメね。たくさんお仕置きしてほしい。あらまあ、本当にいやらしい子ね。何をしたの？ちょっと盗んじゃった。盗むのすごい得意なんだ。何か大きなものなんでしょ？あなたのみたいに。いや、小さかった。僕のと違って小さかったよ。そうなの？どれくらい？猫の足を盗んだんだ。足ってどういうこと？猫がいたんだ。木でできた義足をつけてた。それを取った。どうしても欲しかったんだ。取ったあといけないところにいる。いいよ、またまた。それを取った。どうしても欲しかったんだ。取ったあといけないところにいる。いいよ、またまた。